くそ、回線切りやがった。あ、何これ、カツラとメガネだけを残して一体何が起こった。どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日もデバイライトプレイしていきましょう。そして今日も新コスチュームのクロちゃんでプレイしていきますよ。ちょっとね、かなりいいツールボックス持ってきました。そして今日はね、もういよいよ大詰め、ブラッドポイント2倍デーなんですけど、もうあとちょっとで終わります。2倍デーは1年に1回とか2回ぐらいしかやんないから、稼げるときに稼いでおかないとね。さあ、遠くの方で恋しました。ということは、おそらく今日のお友達は、クラウンさん。33歳、太田出版にお勤め。バトルロワイヤルとか、榊原生徒の手記を出版する、何かと時々物議を醸し出す出版社ですね。そして、遠くの方でね、一人ダウンを取られて、今から肉フック行きと。とりあえずね、ここの、修理はどん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 進めてまいりましょう。ほんでね、見てきましたよ、やっと。ハンソロ、スターウォーズストーリー、スターウォーズシリーズのスピンオフの最新作ですね。いやー、やっと見れました。今日はこの映画のレビューをしたいと思います。もうなんでも今回のスターウォーズのスピンオフ第2作目は、まあ、興行収入が今一つで、ディズニーの経営陣には苦い経験となってしまったようですね。そして肝心の内容なんだけど、かなり賛否が分かれているようで、評価も混迷してるみたい。まあストーリーはね、ルークと出会う前の若き日のハンソロを描いています。惑星コレリアで生まれ育った彼は、こう詐欺や泥棒稼業をしながら、しぶとく生き抜いているんですけど、そんな彼の夢は、こう、銀河で一番のパイロットになること。銀河で一番のパイロットなんて小学生が将来の夢とかいう作文で書きそうですよね。で、やがて宇宙に飛び出したハンソロは生涯の盟友とも言えるチューバッカと出会い、また幼馴染の女の子キーラ、もうこの女の子も当然美少女ですけどね、キーラと一緒にウッディ・ハレルソン演じるベケットが率いる泥棒チームに加わって、まあ、どう見てもね、ミッションインポシブルな強奪に身を投じるみたいな、そんな内容です。いや、今日はね、いつも、拝見している、YouTuber の方と、共演しているんですよね。いや、この方、とっても上手で、もう、チェイスとか、フラッシュライトの当て方とかね、いつも動画で参考にさせてもらってるんですけど、たまにこうやって、まあ、比較的こう、有名な YouTuber さんと、こう、ご一緒することができるのも、このゲームの醍醐味なんですよね。はい。上半身裸のマッチョなデビキン。これもね、新コスチュームなんですよね。新スキンです。さてと、確かこの方もその YouTuber の方とよくコラボされている、一緒に動画配信されている方だと思うんですけど、本当ね、皆さんね、上手なんで、すっごく心強い。多分この試合ね、勝てますよ。彼らがいる限り。でも気をつけないとね、僕自身が足を引っ張ってしまう存在になってしまうかもしれないので、まあ、なるべく出しゃばらないようにして、頑張りたいと思います。で、このハンソロね、もうストーリーは非常にシンプル。西部劇を宇宙でやってるみたいなね、こうルーク・スカイウォーカーが出てくる本編のような、こう暗くて湿っぽい演出は全くなしの、まあ、細けいことは気にしないぜ的な精神で突っ走る冒険活劇になってますね。なので本編に比べると爽快というより薄っぺらくて軽い印象だけど、頭を空っぽにしてみるにはこれぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、ガチでコアなスターウォーズファンはそれを望んでないかもしれないですね。やっぱり彼らが重視するのはストーリーよりもこの世界観とかね、そちらの方だと思うんですよね。まあ、スターウォーズの魅力は、もう壮大に作り込まれた世界観、これにつきますからね。お、このネアちゃんかな、これメグちゃんかな、どっちだろう。この方が僕がよく見ている YouTuber の方なんですよね。いや、ほんとこの人うまいから。いや、心強いっすよ。よろしくお願いします。
わあ、早いね。もう次の行動がこう迷いがない、キビキビしている。さあちょっとお手本にさせてもらいましょう。さあ一緒に直しましょうぞ。まあなるべくね、足を引っ張らないように、スキルチェックを失敗しないように頑張りたいと思います。お手ってメグちゃん、それともネアちゃん、どっち。さあ3人で早ね、直せば早い。あ、こう言ってるそばから失敗した、すみません。いやいや、本来ならね、こんな映画のレビューなんかせずにゲームに集中したいところなんですけども、まあ、しょうがないよね。映画のレビュー始めちゃったし。さあ向こうの方でね、もう一人誰か釣られてしまいます。さああとちょっとでゲートを開くことができる。これでゲートいけますね。で半ソロなんだけどね、こう特に予告編にも流れていた雪に覆われた惑星での列車強奪のシーン、いや本当あんなシチュエーションを生み出すイマジネーションと、それをさ実際に映像にしてしまうクリエイターたちの技術力には頭が下がるというか、心から感心してしまいますね。もうすごいとしか言いようがない映像と、とんでもないスリルのシークエンスに、もう画像映像に釘付けになってしまいましたよ。おっとこれでさあみんなね、脱出ゲート開けに行ったのかな。ただね、残念に思うのは後半から若干尻つぼみというか、それ以上の映像やスリルが感じられなかったこと。僕にとっては前半傑作ね。まあ、特に幼馴染のキーラとこう妙にね、あっけない再会を果たしてからの展開が若干トーンダウンしたような気がします。とはいえね、やっぱりディズニーのスターウォーズシリーズですから、トーンダウンしたっつってもね、そこんじょそこらの映画なんかよりははるかに迫力すごいですけどね。さあこれがね、 YouTuber、 いやー彼を助けることができるなんて非常に光栄です。この動画配信してくれないかしらね。えなんといっても、そしてあのこの主演を演じたオールデン・エアエン・クライクに注目が集まったことでしょうね。もうハンソロといえば、ウォーキング・デッドで言えばさ、ダリルに匹敵する役柄ですよね。そんな有名な役柄に抜擢されるのはもう名誉なことであるかもしれないけど、もしかしたらオリジナルのハンソロを演じたハリソン・フォードの亡霊に悩むことになるかもしれない。それを超えるためには、例えばダークナイトのヒース・レンジャーが演じたようなね、もう前任者を蹴散らすような圧倒的なパフォーマンスを見せつけなければならないでしょうね。ダークナイトのヒース・レンジャー演じたのはあのジョーカーね。彼のジョーカーはジャック・ニコルソンを完全に食ってましたからね。もう圧倒的な演技力プラス持って生まれた、なんていうのかな、存在感とかね、オーラみたいのがないとなかなか厳しいでしょうね。さあ釣られてしまった。多分ゲートに向かうと思うんで、その隙をついて、おお危ねえ、うわノーアンエスケープ。あちゃー、油断してたな。まあその間にまあもうレスキューしてくれたのね。ナイスナイス。さあ助けてくれるかな。いやいや、もう凄腕 YouTuber のね、彼がいるから多分レスキューしてくれると思う。あ、もうゲートも開いている。え、ま、逃げないよね、まさか。え、ナイスナイス、ありがとうデビキン。さあもうちょっとね、ゲートから離れてどっかでセルフケアしましょう。向こうも空いている。さあ一人ダウン取られてしまった。誰だ。いや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 、嘘。あらー、あの YouTuber の彼が亡くなってしまいましたよ。3回目だったんだ。うわーごめんなさい、逃げます、さいなら。いやー、なんていうかね、ハンソロみたいにはかっこよくいきませんでしたね。それにしてもあの彼だけが脱出できないなんてちょっと意外でした。まあどんなね、上級プレイヤーでもね、たまにはやられちゃうことあるんでしょうね。あ、うまうまですね、ブラッドポイント。とりあえずね、稼げるだけ稼ぎたいと思います。で、まあ、あの映画の話に戻るんですけど、このね、主演のオールデン・エア・エン・クライクね、
個人的にはこの若い俳優さんはとても魅力的に僕は思いましたけどね。若きアウトロー、ハンソロの青臭さやひたむきさを彼なりに演じていて、ハリソン・フォードとはまた違った魅力を醸し出していたと思うんだけど、アメリカでの評価は散々だったらしいです。スター・ウォーズのようにもはや聖書とも言える作品となると原理主義者も少なくないでしょうからね。ハリソン・フォード以外のハンソロは認めないという風潮もあるのかなね。いや、僕は結構気に入りましたけどね。ダメなのかな。はい、というわけで映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対してこの映画にならいくらまで出せるかということで評価をつけます。映画ハンソロスターウォーズストーリー、評価額はズバリ1200円です。良作ですね。今回のスピンオフは前作のスピンオフローグワンに比べると本編とのつながりが随分と少ないように思いました。ローグワンを見たときはなるほどこうつながるのかと腑に落ちるシーンがたくさんあってそれが快感だったのに、ハンソロではせいぜい彼の名前の由来とかミレニアムファルコンとかチューバッカの出会いくらいかな。それらもとってもね、それらもなんかこう取ってつけたというか淡白でドラマチックが薄いんですよね。でもね、僕は本編なんかよりスピンオフの方が見ていて楽しめますね。まあ、世界観を重視するかストーリーを楽しむかで感想や評価は変わってくるんじゃないかな。映像は相変わらずすごいので、できたら IMAX3D シアターでの鑑賞をおすすめいたします。 IMAX は本当に迫力がすごいですよね。鑑賞料金はちょっと高いけどね。はい、というわけで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん Have a nice day. バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。